モロコシ属は約30の種が分類される稲科の属である。そのうちのいくつかは穀物としてまた多くが飼料として世界中で栽培される。栽培には温暖な気候が必要で野生では熱帯及び亜熱帯に分布する。乾燥に強くアフリカのサバンナからステップ地帯の主国となっている。なお、日本におけるモロコシには異名が多く、 文献や機関によって異なる名前で記載されていることは珍しくない。一般的なものとしては、モロコシ、ソルガム、コーリャン、タカキビなどの名がある。モロコシの全体写真。モロコシの在来種は非常に高くなり、3メートル以上にもなる。インドマハーラーシュトラ州のモロコシ畑モロコシ属は、アフリカやユーラシアの低度地域を中心に、熱帯、亜熱帯に広範に分布する。 地中海からインドにかけては、西番モロッコシが野草として分布し、東南アジアには、プリッピングキム種がやはり野草として分布していた。また、栽培種近縁の種は、アフリカのサバンナ地域に分布していた。そのうち、栽培種である、ソルガムバイカラーは5000年ほど前にソルガム、アレンディナシアムと、スーダングラスとの交配によって、西アフリカのサバンナ地帯から、 エチオピア高原にかけての地域にて栽培化されたと考えられている。この地域は、スーダン農耕文化と呼ばれる文化が広がる地域で、コシの他にも、ホニオヤテフ、トウジンビエ、シコクビエ、バンバラ豆、アフリカイネなどの穀物が栽培化された栽培化の一大センターであるが、ここで栽培化された穀物の中でもコシは最も世界中に広がり、 また大量に生産されている穀物である。ソルガムが栽培化された後も、従来の他のソルガム族と交雑が起こり、野生種や雑草としての交雑種が成立していった。ソルガムの畑として開発された、開けた土地に同じ環境を好む野生種が入り込むことで、多くの交雑種が生まれた。栽培種は南下して、アフリカ全土に広がる一方、北上して古代エジプトへと伝わり、 そこから闘神して、メソポタミア文明にも伝わった。紀元前7世紀のアッシリア帝国において、すでに栽培の記録が残っている。紀元前4世紀にはインドへ、4世紀には中国に伝わり、日本にも平安時代までには伝来し広く栽培されるようになった。エチオピアから18世紀には、奴隷貿易に伴い栽培種が南米へと導入され、1853年には、 アメリカへと導入された。この栽培種から再び雑草種が生まれ、アメリカに広がった。野生種や雑草種も食用は可能であり、濃厚によらない、採集物として、また、飢金の時などにも採集され、食用とされる。野生や雑草種のそれが無属は、脱流性であるのに対し、栽培種は非脱流性で収穫が容易になっている。一方で、 栽培種との交雑種が多いことからもわかるように、繁殖しやすく、駆除もしにくいため強い外雑草となっているものも多く、特に、西湾コシは、世界最悪の十大雑草の一つに数えられている。日本においても1945年頃に侵入し、気化植物として各地に繁茂している。蒸気のように交雑や変異が起こりやすい植物である、ため、ア種や品種の分類は、 非常に複雑なものとなっている。中でも最も利用されることの多いモロコシに関しては、さらにビコロ、ギニア、カウダズム、カフィア、デュラの5つの基本種と10の中間種に分類されている。品種としての分類のほか多様な用途に適した品種が各種存在しているので、その用途に応じた分類も行われている。作物としては根が深く、このため、 吸水能力が高いため主要穀物の中では最も乾燥に強い穀物である。吸費性も同様の理由で高い。その割には湿潤にもよく耐え、日本のような多湿地域でも栽培が可能である。ただし、淡水中の水田などの沼地では栽培はできない。連作は可能であるが、可能であるだけで自力は落ちるので臨作が行われることが多い。 全長は本来は3メートル以上にも達する非常に高くなる草であるがこの高さでは機械での収穫に支障をきたすことや倒伏しやすいことからアメリカを中心に全長を低くする品種改良が行われ現在では栽培種は1.5メートル程度にまで低くなった品種も主力の一つとなっている栽培期間は一般に和瀬が70日から80日程度 晩生で150日から160日程度で収穫となる。日本の山間部においては、日照時間や農業に適した期間の短さなどから、ごく汗が好まれる傾向にあり、岐阜県の日田地方山間部における調査では、箸から2ヶ月少々で収穫が行われていた。世界のもろこし生産地域。赤が原産地、緑が主要生産地域であるインドの穀物生産図。 中央部の黄色がジョワールを主に栽培する地域であるエルサルバドルのこし畑こし属の多くの種は穀物、飼料、砂糖やアルコールの原料として利用される。近年ではバイオ燃料としての利用もある。中でも最も利用されることが多いのが諸腰であり、小麦、稲、とうもろこし、大麦に次いで世界で5番目に多く栽培される穀物となっている。 生産量は1960年代に3000万トン台だったが、1980年代には7000万トン台にまで生産が拡大した。その後、2000年代には6000万トン台にまで下がってきている。多くの種が耐乾燥性、耐熱性を持っており、特にサヘルでは重要な作物となっている。アフリカでは、主に年間降水量が300ミリメートルから900ミリメートルまでの 地帯で盛んに栽培されている。9 0 0、mm、ミリメートル以上の地域では、かつてはソルガムが栽培されていたものの、現在ではより湿潤に適したトウモロコシなどの栽培が盛んになっている。また、300mm 未満の地域ではより乾燥に強いトウジ人ビえが主な穀物となっている。一方で、モロコシはアフリカで最も古くから最も大規模に栽培されてきた穀物であり、 トウモロコシや米が伝来してくるまでは、アフリカ大陸の四国であったため、栽培種の分化も進んでおり、2000メートル以上の雨の多い高地に適応した品種も存在する。ただ、全般としてはやはり乾燥地において、他の穀物の栽培できないところで栽培されることが多いため、単州は稲、小麦、トウモロコシの三大穀物に比べて低い。また、インドにおいてもモロコシは、 古くから栽培されている重要な穀物である。インドは雑穀栽培が重要な地位を占める国であるが、その中でも諸虫の占める割合は大きい。インドでのもろこしは、ジョワールと呼ばれ、カリーフキと呼ばれるウキにも、ラビーキと呼ばれる寒気にも栽培される。ラビーキのもろこしの栽培地域は、ボンベイの東に広がるデカン高原地域が主であり、 船ネから、マハーラーシュトラ州内陸部、カルナータカ州北部、アーンドラプラデーシュ州南部にかけて広がっている。また、熱帯地域の多くでも重要な穀物の一つである。アフリカ、中央アメリカ、南アジアなどで盛んに栽培される。中国においても広く栽培されるが、特に中国東北部において盛んに栽培される。モロコシの大生産国のうち、アメリカ合衆国や、 オーストラリアやアルゼンチンでは飼料用生産がほとんどである。モロコシを飼料として特によく利用するのはアメリカ、メキシコ、日本であり、日本は大量のモロコシをアメリカから輸入している。ハイブリッドソルダムの畑アメリカ合衆国には1853年にフランスから持ち込まれ、南部やグレートプレーンズを中心に広まっていった。19世紀後半から20世紀前半にかけては、 アフリカなど世界各地から有料品種がアメリカに持ち込まれ、また20世紀に入ってからはこれらの輸入品種との掛け合わせや有料品種の選抜によって近代的な育種が進められるようになった。特にアメリカで栽培される飼料用モロコシにおいては、1957年に一大雑種のハイブリッド品種が初めて開発され、7年後の1963年までには、 ほぼ全量が新品種に切り替わるなど、品種改良が盛んに行われ、この7年間で収量が倍増している。この改良は、トウモロコシの品種改良を参考として行われ、同時期の緑の革命の成果を多く取り入れて改良が進んだ。多収量化だけでなく、この時期には単管化も行われ、アメリカの主要品種の高さは1メートル50センチメートルほどにまで短くなっており、 コンバインなどによる収穫機械化に適応した形となっている。このため、これ以降ももろこしの単州は増大を続け、1950年の1ヘクタールあたり1257キログラムから、1998年には1ヘクタールあたり4245キログラムと約3.5倍にまで伸びている。一方で、これらの改良は主にアメリカで栽培される飼料用や、 糖密用のもろこしに限られており、インドやアフリカで栽培される、四国用のもろこしの改良は進んでいない。もろこしは、主観の混雑が起こりやすいため新品種の育成が行いやすく、原産地であるアフリカには、野生や栽培、半野生や原種など様々な種類の種があり、さらにその中でも、用途別、 環境別にやや分化した多くの品種が存在するが、近代的な品種改良はほぼ行われていない。そのため、もろこしの収量は、他の主要穀物である米や小麦、とうもろこしに比べて低い水準にとどまっている。アメリカは、世界最大のもろこし生産国であるが、利用はほぼ全量飼料、または、製陶用としてのものである。エチオピアアムハラ州、 ヘイック湖付近のモロコシ畑モロコシを主に主国として栽培している国は、モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ナイジェリア、ニジェール、チャド、スーダンといったサハラ南縁のサヘル地帯の国々である。特に、ブルキナファソとスーダンにおいては一人当たり食料、生産量が、ソルガムが最も多く、最重要の穀物となっている。またこれ以外の地域においても、乾燥地域を中心に、 熱帯ウリを除くブラックアフリカのほぼ全土で栽培されており、アフリカにおける最重要穀物の一つである。2000年のブラックアフリカの作物の収穫面積の、うちソルガムは13.0%を占めるが、これはトウモロコシと同率1位であり、アフリカで最も広く栽培される作物となっている。一方で、土地生産性は非常に低く、1997年のソルガムの 土地生産性は世界平均が1ヘクタールあたり1 4 1 4ラムであるのに対しアフリカ平均は7 8 8ラムで世界平均よりも79%も収量が少ない。四国用ソルガム自体が収量の改善はさほど進んでいない上、サブサハラアフリカにおけるソルガムの土地生産性は1961年以来ほぼ改善が見られず、 50年以上ほぼ横ばいのままである。これは、肥料の投入が農地に行われないなど、緑の革命が、ソルガムに限らず、米や小麦など、全国物において、ブラックアフリカ全域では、進んでいないためである。主食用もモロコシにおいては、米や小麦と違って、品種改良が進んでいない上もともと、それらの栽培できない、乾燥地の農地での栽培が主となっているため、 ブラックアフリカ内ですら米小麦トウモロコシよりも単集が低く、ほぼ半分かそれ以下にとどまっている。一方で、モロコシの高地面積は、ブラックアフリカにおいて1980年代以降急速に拡大し、1980年から2010年までの30年間で、ブラックアフリカのモロコシ栽培面積は76%も増大している。これは、 単州の貧弱さを高地面積の拡大で補ったことを意味している。このため、ブラックアフリカのコシ生産は1961年の1000万トン程度から2000年代後半には2500万トン程度まで拡大した。しかしこの生産の増大は土地生産性の改善を伴わなかったため、一人当たりのソルガム生産量は低下を続け、1970年に比べ2010年の ブラックアフリカからのモロコシ輸出はマイナス1.4%となり生産増大にもかかわらず輸出は減少してしまっている。逆にブラックアフリカのモロコシ輸入は急増し2010年にはモロコシの世界輸入量の14%がブラックアフリカ諸国の輸入で占められることとなりしかもこの割合は増加の一途をたどっている。こうしてブラックアフリカのモロコシは 社会で重要な地位を占めるのにもかかわらず生産はアフリカ諸国の人口の急速な増大に追いつくことができず、これらの地域の食料不足を招き、経済成長のネックとなっている、近代的な育種や品種改良が行われていない一方で、アフリカはソルガムの原産地であり、幸いには長い伝統を持っており、また重要性も他地域に比べて非常に高いため、 非常に多種に及ぶ伝統品種が存在し維持され続けている。日本においてはかつては山間部において米などに混ぜる主食用として栽培されており、第二次世界大戦後の食糧難の時代には一時栽培が拡大したもののすぐに米の生産量増大によって栽培は激減した。雑穀の一種としてあまり高い価値を持っていなかったため、品種改良もほとんど行われず、 そのため単集も低いままだった。1965年頃には、食料用としての栽培はほぼ消滅し、飼料用などで細々と栽培されるのみとなった。しかし21世紀に入ると、雑穀の栄養素が健康面から見直される中で、もろこしの栽培も復活するところが出てきている。なお、日本におけるもろこし栽培、特に穀物用のもろこし栽培は、 伝統品種をそのまま利用したものが多い。もろこしの特徴として、主要生産国が主に主国としての自給用として生産する国家と飼料としての生産を主とする国家に大きく分かれていることが挙げられる。前者はアフリカ諸国やインドなどが当てはまり、主要生産国中では2位のナイジェリアを筆頭に、3位のインド、5位のスーダン、6位のエチオピア、10位のブルキナファソ、 12位のニジェール、14位のタンザニアが挙げられる。後者としては、世界最大のモロコシ生産国である、アメリカ合衆国を筆頭に、4位のメキシコ、7位のオーストラリア、8位のアルゼンチン、9位のブラジル、11位の中国、13位のエジプトなどが挙げられる。このうち、自給用生産を胸とする前者のグループはほとんど、モロコシを輸出しておらず、むしろ、 アフリカ諸国は主要生産国も含めて大量にもろこしを輸入している。後者のグループはほぼ自国の国内で飼料や原料として消費するタイプと余剰分を輸出へと振り向けられるタイプの2種類の国家に分けられる。もろこしを輸出に振り向けられるほど生産できる国家は非常に少なく2010年には世界の諸虫輸出量の62%をアメリカ合衆国が 21%をアルゼンチンが13%をオーストラリアが占め、残りの諸国のモロコシ輸出量はわずか4%に過ぎず、事実風座輸出の96%を占める、この上位3国によってモロコシ輸出はほぼ独占されている。輸入量としてはメキシコが最も多く、ついで日本、チリと続く。ソルガムの種子とポップソルガムモロコシの用途は多種にわたっており、 用途によって大きく穀物用もろこし、ちもろこし、飼料用もろこし、糖蜜用もろこし、放棄用もろこしの5つの品種群に大別される。クレインソルガムはさらにマイロ群やカフェア群などの群に分類されている。もろこしにはハゼルタイプの、いわゆるポップソルガムも存在する。ソルガムを引く一家もろこしの利用において、最も重要なものは食用である。特にアフリカにおいては、主食として、 重要な地位を持つ植物である。食べ方としては、薄などで引いて、粉にした後練って、固めの上々にして食べることが多い。アフリカの東部や南部で主食として、広く食されるウガリは、各種穀物の粉から作られるが、トウモロコシが伝来してくるまでは、ウガリの主原料はモロコシであった。現代でも、トウモロコシを栽培していない地域のウガリは、モロコシで作られることが主であり。 トウモロコシ栽培地域でもモロコシで作られたウガリは一般的なものである。ボツワナにおいてはモロコシを元にしたウガリはボーホペと呼ばれ、サワークリームやマヨネーズを入れて食されるが、トウモロコシを元としたパパと呼ばれるウガリと共存している。ブルキナファソの模試人においてはサガボと呼ばれ、マリではトウと呼ばれるが、これも同様のものである。また、セネガルやマリなどでは小麦の代わりに、 もろこしやトウジ人ビエを使用して、クスクスが作られる。インドにおいては、もろこしの主要な調理法は、土器と呼ばれる非発酵のパンを作ることであるが、他にもそのまま流食したり、揚げパンや蒸し、パン、アフリカのように、型が湯にするなど多様な調理法が存在する。日本においては、製粉が基本であり、練って食べる。岩手県では、伝統食として高きビを団子にしたヘッチョコ団子や、 米と高き火を混ぜた高き火餅などを作りおやつとして食べる。かつては蒸気以外の栽培地域である日本や欧米諸国の一部など幅広い地域で食用とされてきたが、もろこしは主に種皮にタンニンを多く含むため、制白を強めにしないと渋みが強くなる。この性質が嫌われ、インドやアフリカを除いては食用利用は衰退した。近年では健康意識の高まりから雑穀が 先進国を中心に見直され、アメリカでタンニンを含まないホワイトソルダムが開発されるなど、復権に向けた動きも見られる。ミートミレットという属称の通り、肉に近い食感を持つため、日本でも雑穀利用の波に乗り、高きビハンバーグなどのレシピが開発されている。また、もろこしから酒を作ることもできる。中国の上流酒である白酒はもろこしを原料としており、 マオタイ酒などの名酒も存在する。アフリカのモロコシ生産地域においても、各地でモロコシ酒は製造されているが、商業ベースではなくあくまでも、村などで個人で作る地酒的なものがほとんどである。アフリカのモロコシ酒の製造法は、モロコシに水を吸わせて発芽させ、その発芽モロコシの酵素によって透過させて作るという、ものであるが、この製法は、 原料は違うものの大麦を原料とする一般的なビールと基本的には共通の手法であり、そのためこのもろこし酒はもろこしビールと呼ばれる。エチオピア南部のコンソジンはもろこしを主としてトウモロコシと稀に小麦を入れてチャガと呼ばれるビールを作り、これを主食としている。スイートソルガムを絞り、糖蜜とするもろこし族のうち糖分を多く含むものは総称して、 スイートソルガムと呼ばれる。スイートソルガムは、甘味料の原料として、アメリカを中心に栽培されている。これを煮詰めて、ソルガムシュガーを作ることもできるが、グルコースやフラクトースを多く含むため結晶化させ、肉く、結晶糖の収量としては、砂糖、キビや天才に劣るため、シロップの原料として使用されることが多い。近年では、バイオエタノールの原料としても多く利用されている。 モロコシ属は飼料としても重要であり、各国で飼料として使用される。種子の部分は穀物であるので濃厚飼料として使用し、茎や葉は牧草として荒飼料となる。特に飼料としての消費量が多いのはアメリカと日本である。日本では種子を毎年120万トン近くを輸入し、このほぼ全量が濃厚飼料として使用される。ただし、 資料としての輸入量は2002年の147万トンから年ごとの増減が激しいものの毎年基本的には微減傾向にあり2010年には122万トンにまで減少している輸入国の内訳としては基本的にはアメリカからの輸入が最も多くオーストラリア、アルゼンチン、中国と続くが各国の削強によって輸入量に占めるパーセンテージは 毎年大きく変動する。2010年度の輸入量はアルゼンチンが最も多く54万6000トンに上る。これに次ぐのがアメリカからの輸入で51万1000トンとなる。2008年と2009年には最大の輸入国であったオーストラリアは15万8000トンにとどまった。中国からの輸入は量も少ない上減少傾向にあり、2009年と2010年には 全く輸入がなされなかった。なお、この4カ国以外からのもろこしの輸入は、ほとんどなく、全く存在しない年もあり、輸入がある年でもごく微量にとどまる。一方、もろこし属の中でも、スーダングラスは、牧草としての消費が主なものである。茎は壁材などとしても利用される。原産地であるアフリカにおいては、収穫後の茎や葉は、燃料や飼料として使用するなどし、 基本的には余すところなく利用される。また収穫後の茎も装飾的な木工製品を作るための材料となり、綺麗ボードのブランドは特に有名である。ただし、もろこしや成板もろこし、スーダングラスなど、もろこし属のいくつかの種は、成長の初期に、シアン化水素、ホルデニン、硝酸塩などの有毒物質を致死量を含むことがあるので注意が必要である。さらに成長した個体でも、 ストレスを受けると、かなりの量のシアン化物を作ることがある。日本など各地で、成分もろこしが飼料用として使用されなくなったのは、この性質による。ただし生産などこれらの毒素は青草に含まれるもので、あり、成長につれて毒素の量は減少していく。成長のほか、乾燥させても生産は減少するため、牧草として青がにした場合は、十分に乾燥させれば危険性はほぼなくなり、 干し草に危険性はほとんどない。また、最近ではカドミウムをはじめとする硫金属の吸着に優れている性質を利用して、稲や煙幕とともにカドミウムによる土壌汚染の修復に利用される。また、堆肥が利用できない場合において、こし属の一部の種は土にすき込み緑肥として使用することもできる。こしの名は日本での古来の中国の故障の一つ、諸虎に由来する。 中国から渡来したため、こしから来た穀物の由来で付けられた。その後、17世紀に、とうもろこしが中国から渡来すると、中国から来たこしということで、こしの上にさらに、唐をつけて、とうもろこしと呼ぶようになった。このように何に関連性はあり、混同されることも多いが、同じ稲科には属するものの、全く異なった植物である。 日本において最も古くからこの属の植物を指す言葉はもろこしであるが蒸気のようにトウモロコシの短縮型ももろこしと呼び全く異なる植物であるにもかかわらず非常に混同されやすいことからこの名前に変わる名称が次々と考案され使用されているソルガムは英語での呼び方を自家輸入して使用しているコーリャンは同じく 中国語での呼び方から取られている。中国語での呼び方が日本に伝わったのは、かつて日本が進出した中国東北部においての四国の一つがもろこしであったことからである。高きびは穀物のきびに似ていて、それよりも高く成長することからこの名が付けられた。ありがとうございます。